江川社長はその会社を経営するにあたって江川社長が大切にしてらっしゃることっていうのはどういうことなんでしょうか？やはり、企業っていうのはね、やっぱり人間なんですよ。企業は人間。よく企業は人なりと言いますけどね、やっぱり働く人たちがね、やはり、最終的には自分のためなんだけども、やはり会社のためにね、頑張ろうという、その一言があればね、会社はね、倒れたりする必要はないと。ほとんど倒産してるところはね、あれはやっぱり会社の中がうまくいってない。従業員さんがそう、従業員と経営者もみんなね、バラバラ。うまくいってない。そう、私がいつもこの説明してるのは、そこにね、扉があるんですよ。こちらにもある。扉が3箇所ありますね。社長室。で、この扉とこの扉はね、こっちは専務の部屋と通じてるんです。専務の部屋。これは私の弟ですよね。で、これをまあ常務の。こちら常務さんの部屋と通じ兄弟て3人で今やってますからね。だからこの兄弟3人がまず喧嘩しないこと。ということは、外に出て話すんじゃなくて、うちで結構行くようにわざとドアを作ってる。なるほど。普通はそういうふうに作らないじゃないですか。社長と専務と常務って言ったらね、別々に。なるほど。やはり顔を合わさない仕事が一番疎遠になってね、一番問題になるじゃないですかね、家族なんかでもね。経営者同士、それ経営者と従業員とは仲良くやるっていう。やはりそれがね、一番こう会社経営していく時の大きいあれでしょうね。で、それで社長は社長のモチベがあって、そこを頑張ってやってるわけで、それぞれがこの協力し合うっていうね、役割。分担ですからね。毎日が株主総会であって、毎日がね、この取締役会みたいなもんでしょ。やっぱりそういう経営が基本になって、形態がね、基本になってるところが、私が申し上げたようなあれでやれるということですね。みんなで一緒に力を合わせていこうと。これからますますその多角化とのバランスになるわけですね。その通りですね。だからいかにしてその技術革新にこっちも乗りながらね、やっぱりやっていくかという。あとはもう一応、信用はしていただいて、長年ね、やってますからね。あとはうまく、さっきお話した新しい検査をが開発したら、ぜひそれをうまく取り入れる技術力がないといけないっていうことですね。それをまたお客さんに説明する、説明力というか、営業力というかですね。いわゆる本当こういう放送局なんかと一緒で、こう裏方のね、皆さんが仮に応援してくれる。で、企業っていうのはそういう人がいかに大事かっていうのがね、企業のね、私の理念をさっき申し上げたのはね、縁の下の力持ちと。これは事業自体が縁の下の力だから、お医者さんの下請けですからね、そう言ってるんですけどね。やっぱりこう仕事を第一線でやってる人たちに支えていくという人たちをね、これはデジタルの点数つけたりするとね、なかなか点数上がらない人たちなんですよ。しかし一方で真面目にね、ものすごいやってる人たちをね、こう引っ張り上げるのがね、彼が今言って使命感対象というね、使命感対象っていうそう、のを、自分のしやってる使命をね、いや仕事の使命をね、こうよく理解してね、で、コツコツと職場の片隅で働いてる人たちをね、評価しようというのをね、もう毎年やってるんですよそうですね。か。ネーミングがいいから、私は言ってね、使命感 対使命象っ感ていう対のを象。お持ちなんですそね。う。というのは、医療っていうのはね、一応第一線はお医者さんですよね。その下にね、いろんな職種、看護さんだとかね、いろいろあって、で、先ほどの人に臨床検査技師もね、もう今は教育年限はね、もう6年とか8年になって、お医者さんと同じような教育を受けてるんですけどね、やはりあれドクターを中心してやらないとね、俺がって言ってやったらね、絶対ね、うまくいかないね。もともとそういうチームでやるような内容になってますからね。だからこれはいいんじゃないですかね。縁の下の力持ちで。そう、それが自分の仕事だという、これをね、ぜひやってもらいたいですね。なるほど。若い時っていうのはね、もう希望ですよ。希望。もう希望ね、どんなところにもね、絶対希望があるから、それを忘れないようにね、やっぱ生きていくっていうのはね、絶対私は大事だったから、やっぱ前向きにね、生きるっていうのが一番大事じゃないでしょうかね。だからどのあたりからその前向きに生きるのを、どの年代で止めるかっていうのは、非常に私がまだわからないから、
ってことは70近くまで大丈夫じゃないかと思うんだよ。前向きにいければね、死ぬまでその方がね、人間はいいと思うんですけどね、いや井川社長、今日は本当、いやなんか面白い話を、ありがとうございました。貴重なお時間をありがとうございました。